もしルシアちゃんが寝たら僕のあの牢屋のさ、うん、中にベッド2個あるからそこで寝る。なんで2個あんだよ。昨日コロさんがあの泊まってったから。ほらまた出たよ。出たよ、まただよ。こいつ、アクアちゃんは僕にアクアちゃんだけを愛してほしいわけ。そしたらおかゆではなくなってしまう。この難しさ。これ難しいよね、そうやってさ。愛人ベッドだ、許すな。絶対に許すな。でもちょっと難しいよな。だそれだったらおかゆではなくなってしまうわけじゃん。誰でも優しいところももちろん好きなわけだから。難しい。そうでしょ、ジレンマだよね。そうだよね。これが、これがベッド。これがベッド。愛人ベッドだ。他の女が寝たベッドだ。許せない、許せない。あー、こうやって汚れていくね。感触起こすなって。いい匂いがした。あー、忙しいね、感情が。他の女のシャンプーの香りがしたぜ。やめろ。なんすこと言ってんの。生々しいっつーの。くそー、本当に。あ、待って、私もないが。あ、寝てる。あ、寝てる。あっち、あいて。もう普通に寝れるようになったね。ねえ。慣れって怖い。慣れって怖い。あんなに最初いやーって言ってたのに、もう普通に寝てる。慣れって怖い。もうやめてよ。最低なやつだ。あぶねー、落ちるかと思った。やっぱ落ちないな。ギリ落ちないね。ギリそう落ちないから。え、これさ、悪の組織っぽいだろ。さすがね、あの7月7日七夕に世界征服って書いてたアクアさんは違うな。なんでそれ知ってんの、私って。あの前書いたっけ。書いてあった。え、でも聞いた気がする、僕アクアちゃんに。あ、そうだったかも。文学になんて書いたのって聞いたら、世界征服って言ってた。え、それそうそう、うん、本社にね、飾ってあったんだよね。あ、そう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 。で、短冊みんなね、なんかいろいろ書いてたけど。そうそうそう、あのカラオケ大会がね、七夕にあった時に。あ、そう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 、アクアちゃんに会って、そうそう、世界征服って書いた。そう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 、あの時よりあれだね、仲良くなったね。そうだよ、今思うと。そうだよ、あっこから攻略してきたからね。あいつ、こいつは、こいつはよ。あっこから話そう、話そうって俺攻略してきてるよ。今私ルートだったんだよ、多分。そん時は、そう、そん時は私ルートだったんや。今は誰なんだ。この野郎。この野郎。なんてやった。いや、今でも好きだよ、アクアちゃんのこと、全然。そこ埋めちゃダメでしょ。もう。動揺しないで。やめろよな。いや、言うならば、アクアちゃんだって最初僕じゃなかったじゃん、別に。え、今もだってさ、まあね、好きだよ、シーシーの。そうだよね、本命はね。あー、しまか。あ、いいね。いいじゃん、ウィンウィンじゃない。じゃあお互い第二の女同士。やめてよ、人聞き悪い。私はそんな風に思ってないんだから。そんな風に思ってないんだから。すごい、すごい。しかも第二どころじゃないでしょ、会話。そんなことないの。第二どころじゃないやんな、こいつ。こいつ第5くらいやろ。どうせ分かってんだよ。で、僕あれグローストーン持ってくる。あ、痛い。
いやいい家になってきたね。スイートベリーのトゲが刺さって死ぬやつとかおる？